俳優の桐谷健太、34、が1月2日、一般女性と結婚したことが分かった。同日に所属事務所の公式ブログで発表した。また、夫人の妊娠も明かし、年内中にお父さんになります、と報告している。桐谷は、ほんまに突然ですが、桐谷健太、本日、入籍しました、と報告し、あまりにいきなりで驚かしてしまったら、ごめんなさい、とファンに謝罪。お相手は、29歳、母性が強く、おっとりとした、心根の優しい一般女性です、と紹介。さらに、初めて出会ったのは4年前、お互い近づいたのはゆっくりと。急接近は昨年の暮れ。決めたのは本能です、と綴り。そして幸せなことに、俺、年内中にお父さんになります、と夫人の妊娠も公表した。ダブルのおめでたに、俺自身もびっくりで、新しい世界の光に動揺を隠せません、としつつも。ただ、今こうやってこの場所に立てているのは、まっすぐに応援してくださってる皆さんのおかげや、と、心から感じています、とファンに感謝し、家族やスタッフ、友人にも思いを綴っている。今後については、今まで以上のエネルギーと、血の通った全身全霊の芝居と、俺が俺を全うすることで、しっかりお返しできたらと思っています、と意気込み。これからも人生と芝居を真剣に遊びます。ぶちかましていきます。皆さん、心からありがとう。これからもどうかよろしくお願いいたします、と思いの丈を述べている。